夏さあ今回は徳島県阿波市、全乳寺島のひまわり見たかったのよ。面積は去年の2倍、甲子園球場7倍の広さに400万本、どんだけ。阿波市の新たな名物にブルーベリー狩りが新しくオープン。甘い、甘いでしょ、もうブルーベリーこんな甘いとは知らなんだっていうぐらい美味しいって言って食べてくれます、いつも引き立て、地元阿波市産の小麦を使うスコーンのお店。芸能人やスポーツ選手が訪れる健脚祈願のお寺、9番札所法輪寺。徳島の知られざる魅力を発見する旅番組、徳島ぬくぬくふれあいの旅。なんか全乳寺島のねひまわりをちょっと見るのが夢だったんですよ。見えて嬉しい今年初めて巻いたもんよ。あ、そうなんですか。え、綺麗ですよ。ここにはあの、うん、他の人はあちこちしよったで、はい、だけど我々はこれ今年初めて、おあの草刈りに来たよ。ブルリブルリね、もっとひまわり見やすいように。ああもう嬉しい嬉しい。年々協力する農家さんが増えて、今年は昨年と比べて2倍の広さ、甲子園球場のなんと7倍、広さ27ヘクタール、本数は400万本。そこで全国のひまわり畑の規模を調べてみると、全乳寺島のひまわりの面積も本数も全国で2位。これはすごい。全国で最大なのは北海道の名寄ひまわり畑、60ヘクタールに500万本。ちなみに日本最大と言われていた宮崎県の染ヶ丘ひまわり畑は昨年から規模が縮小されていました。もう一度言います、全乳寺島のひまわりは全国で2位です。今言う夏場はあのちょっとあんまりしてないもんやから、土地が空くもんやから、それでこうやってするよ、そういう人が多いんや、ここは。休ませるよりかはってことですね。いや、いい出来ですよね。そうやろか。そうですよ。ここの一番の特徴は、一気に花が咲くわけではなく、長い期間楽しめるようにと、開花のタイミングが調整されているんです。なので、秋口9月まで鑑賞できます。それにしても、27ヘクタール400万本すごい。見て、ここもひまわりいっぱい咲いたらすごそうね。これ猛烈に密集しているさあ、そして今からですよ、女子に嬉しいフルーツをいただきに行きたいと思います。綺麗になれるんですね。ただ一個私は心配なことがありました、この白いパンツが汚れないかこれ飛んだらみたいな、これはちょっと不安要素なんですが傘がたなびいてる、いい感じに、はい、あーすごい、傘あったらすごいね、あー気持ちいい。なんか先輩、インスタで大人気の
スカイアンブレラですよ。そのスカイアンブレラの下には今年6月本格的にオープンしたばかりのブルーベリー狩りが楽しめるアワブルーベリーファームさん。綺麗になりに来たんですけど。なれるんですよね。もっともっと綺麗に。もっともっと綺麗に。もっともっと綺麗になれるブルーベリーとは、有機肥料を使った養液栽培なので、大きくて甘いのが特徴。20種類200本。ちょっとどうぞ。いいんですか。はい。おーすごい、近くで見たらいっぱい見ますと。あーすごいすごい。こんな感じなんですか。ブルーベリーがたわわ、奥に行くほどブルーベリーが色がおお、もうあの完熟なんで、うん、もう触った落ちるぐらい売れてます。一番甘いのは、これオニール甘いです。オニール甘い、はい、オニール、もうめちゃくちゃたわわについてますね。まあ、でももうみんな甘いです。こうやって触った落ちるぐらい今はなって。熟期が早いオニールという品種、香りがよく優しい酸味と甘みが特徴。こうやってして、こうやってして、あ、落ちた、はい、ごめんなさい。いやいや、いいです、いいです。ほんまに落ちる、向こう取ってほしいから。そうだ、取ってほしい、しょうがないね。これもうじゃあ食べちゃっていいですか、うん、はい、どうぞ。甘いというオニール行かせてもらいます。すごい柔らかくて、うわ、甘い。甘いでしょ、うん、もうブルーベリーこんな甘いとは知らなんだっていうぐらい美味しいって言って食べてくれます、うんうん、あの甘さがすごい爽やか、こう甘ったるくない感じなので、 いっぱいいけちゃいますね。 ありがとうございます。さあこちら、見た目の違いは分かりませんが、ウエマンスという種類かな。ちょっとねばい感じかな。ねばい感じ。ねばい。ブルーベリー行ってみよう。じゃあね。なかなか新しいです。あ、また落ちた。あ、また落ちた。わかる、わかる。ちょっとちょっとちょっと。ねばいブルーベリー。うん？うん？確かにねばい。あ、まあ。なんか、うん、いつもよく食べるブルーベリーとは全然違う。やっぱしね、種類によってね、ものすごくこう、ほんまに好きな人は手のひらにいっぱい乗せてこう。やっぱしバクッと。だって取り放題の贅沢の醍醐味ってそれですもん。いやいや、多すぎでしょう。使用前。どういうことですか。まずは片手を投入。うん。うん。よくわからないけど。頑張ってください。いや、まだ残ってた。2回目。飲める飲める。すごい、早い。早いです、うん。まさか。なんか、あれ、こっち見えるようになってきた気がするんですけど。気のせいですか。いやいや、うちのお父さん、これ食べたらお子ちゃんが見えるって言いました。お子ちゃんですか、どこにある。あれです。あれ、めちゃよう見えますけど。見えます、見えます。僕もしっかり見えます。ちなみにオコーツさんとは、四国百名山の一つ阿波富士と呼ばれる高津山。ほんまになんか口の中でジュースになる。そうねえ。お肌なんか綺麗そうですよ。お肌はあんまり眺めんとってから。いやアイスにもブルーベリーがたくさん。やっぱ粒いるよね、うん、練り込んでるのかと思いきや、あ、冷た。アイスですから。いい感じにブルーベリーが入ってます。そう、ブルーベリーいるよね。あ、すごいすごい、これで。まあ、おいしい。やりっとしてて、よかった。ブルーベリーの粒粒感がおいしい。結構たっぷり入ってるでしょ、うん。これでもこのバニラみたいなところもすごい美味しいですね。美味しいですよ。シャリっていう食感が絶妙ね。そして
アスタ先輩が撮ったスカイアンブレラ、これは映える。地元のものを使ったスイーツ、はい、お菓子がいただけるということで、見てここ、あ、おしゃれ、かわいいよね。赤いひさしがおしゃれ、シュガースポットさん。ここは地元淡路産の小麦を使うスコーンのお店。あ、かわいい、はい、こんにちは。こんにちは。おお、なんかすごいシンプルですけど、かわいい。あ、焼き菓子なんですね。見て、かわいいよ。さくらんぼにチョコとゆずのスコーン、さらにレモンのスコーン、これが期間限定。上の段はプレーンにくるみとレーズン、抹茶とホワイトチョコにチョコスコーン。私大好き。あ、そうなんですか。淡路隣の方の小麦、こちらなんですけども。小麦、はい、これ、淡路で作られてるんですか。そうなんです。淡路で作られてる小麦を 100% 使用して、うん、あの作ってるんですけども。それすごいですね。こういう状態で、あの仕入れをしてるんですね、うん、皮がついてる状態で、うんうん、それをお店で、あの毎朝あの引いて、うん、引き立ての小麦でお菓子を作るっていうのがこだわりです。県外からこの地に嫁いだ山添さん、地元淡路の食材の美味しさに感動し、その食材を生かせればと思い、スコーンのお店屋さんを開いたんです。小麦もお米と同じで、お米もやっぱり精米したてが、うん、美味しいですよね。美味しいと思うんですけど、皮のふすまっていうんですけど、その部分もちょっと残しながら、その部分にやはり栄養がたくさん、ビタミンとかミネラルがたくさんなので。美味しそう。美味しそう。素朴なのが好きな方はプレーン、うん、割とオーソドックスなんですけど、プレーンを毎回買われる方も割といらっしゃいます。一押しは何ですか。一押しは今もうさくらんぼですかね。もう、はい、やっぱフルーツね、はい、はい、まあ、レモンとかやっぱり季節限定ものがよく出てますね。食べ応えありそう。うわー、美味しそう。どれも2人が選んだのはもちろん期間限定、さくらんぼとレモン。こう見えてずっしり、すごい重たい。すごい、このザクザクがたまりません。はい、で、さくらんぼはすっごい柔らかいんですけど、なんかいい甘さで、はい、ちょっと甘酸っぱい感じで ね、 そうですね、はい、小麦ってこんなパンチがあるんですね。そうですね、本当によくお客様とかには、小麦の香りがすごくいいねっていうのはよく言っていただけますね、うん、これが引き立ての美味しさ。そうですね、はい、こだわりです、うん、なんか感じたことのない、ちょっとクッキーのような香ばしさもありつつ、ザクザク、うん、おっと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 、うん、レモンが、あ、レモンくる。上に皮が乗ってるんだよね。すごい爽やかな、あそこなんです。うん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 、全然感じがまた違う感じだね。すごい、これすごい、しかも言葉が出ない。つまり美味しいってこと。見て、ここ一面綺麗ね。そうですね。さあ、この花の名前は、これはアガパンサス。何で知ってる。これはあのバイルゲッターで撮影したんで。なるほど、取材したの、ね。はい、そうなんです。なんか紫ね、優しい色で、はい、涼やかだね、はい、綺麗。二人は美味しいパン屋さんを求めて歩きます。この道はよく通ってた道。しょっちゅう通ってました、ここは。何の道、何に、こあっち行ったら、うん、昔ピアノ習っとったんで。小さい頃、まあ、小さい頃から
マスター先輩ピアノ弾いてたんですね。お家はどの辺？お家は もうちょっと北の。まだ行く。まだまだ行きます。歩いたらどれぐらい？歩いたら遠いですよ。うん、歩いたら遠い。え、行きたかったんだけど。いや、それはちょっと勘弁して。クリーニング屋さんもあるね。はい。そしてこの辺りには実はパンを作ってらっしゃるところがありまして。パン？はい。どこ？ここです。普通のお家よ。はい。ほんまに？ほんまに。ほんまに？ほんまにです。民家。パン屋さんの面影ゼロですけど。そうなんですけど、実はそうなんです。実はパン屋さんなんです。地元の一等米だけを使った米粉パンが有名。しかし、この日はお休みで。さあ、その米粉パンというのがこちら。一等米、阿波の北方米で作ったコシヒカリ。中国地方でとっても有名な日本酒の酒粕を使った純米大吟醸酒粕。阿波市の三浦醸造所さんの米麹味噌。続いては阿波市の巴製糖所さんの和三盆。いちごもフルーツトマトも、そしてほうれん草も、もちろん阿波市さん。阿波市のいいもの、まだまだ続きますよ。さあ、阿波市で欠かせないスポットにやってきました。そうですね、この私ここ好きなの、はい、JA 夢市場。1年前の3月に訪れた時にはあのトマトのシーズンでした。ただいま開店しました。お客様1個でお願いします。人がなだれ込んでおります。さあ、もう時間も間もなく20秒経過。さあ、この人混み、さあカメラマンさんも必死に場所を変えて映します。さあ、限定個数はお一人様1個まで。あ、先ほどのお客様は家族分でしょうか。さあ、みるみるうちにトマトがなくなっております。もう45秒となりますと、もう残り4つ、あ、今3つになりました。さあ、残り4つ、何かとして、さあ2つ、そして残り1個となった。さあ、時間はもうまだくて1分。お父さん、ラストお父さん、まとらない。そしてお母さんが滑り込んで59.5秒、完売いたしました。わずか一瞬、59.5秒で売り切れたあのいちごトマトは、この日はお昼過ぎにやってきました。ある？これじゃない？いちごトマト、懐かしの。あ、あのね、食べましたね、いただいたけど、実はなんか、なんか苦口するしてるのか。それはもう言わないでください。なんだ？そうですね。おっと、まだ買えます。どうもご無沙汰しております。あ、どうも、お久しぶりです。ね、ちょっとあの、今日まだトマト残ってるじゃないですか。そうなんですよ。なんでなんですか。いや、君は分かってたんでね、はい、残してたんで。お前ですか。いや、冗談です。今日ね、たくさん朝来たんで。そうなんです、朝一番はこの棚一面にいちごトマトが並んでいるんです。あの夢市場は食材豊富なんで。ほうほう、そうですよね。かぼちゃで恋するマロンかぼちゃといって、なんという可愛らしいネーミング。恋するマロンかぼちゃ、作り方が違って、一株に一つか二つしかならさないんで、一玉に甘みがこう集中するっていうことで、だから生産量は すごく少ないんですよ。もう調味料がいらないぐらい甘いです。もうじゃあこれだけ煮込
そうそう、もうその、そうですね、入り物できちゃうみたいな、まあ、砂糖がいらないという。そうなんです、糖度が16度以上になることもあるほど栗のようなホクホク感と甘みが楽しめる珍しいかぼちゃ。さらにもっと甘いものがあるんですか。あ、今ないんですけどね。え、どういうこと。売り切れてなくなったんですけど。売り切れ、はい、昼過ぎで売り切れ、ね、パンとか並んでます。やっぱそれだけ人気ということですか、はい、この辺いっぱいあるけど。ここでシフォンケーキっていうのが、これこれ、え、桜川さんのシフォンケーキ、はい、本日完売。本日というかもう毎日完売。毎日完売。毎日完売。9時オープンですけども10時にはなくなる。ここに並べてくれておいて、この下にも置いてくれて、ておいてのなくなれば上補充して、それで終わり。え、シフォンケーキがわずか1時間でなくなっちゃうほど。そうですね、はい。阿波市の皆さんを虜にする桜川さんのシフォンケーキとは。取り置き私たちの分はしてくれてないと。ね、すいませんね。すいませんね。気がつきません。気がつきません。いや、もうそれほど人気なんですね。はいはい、うん、すごい、すごいですよ。そのすごいシフォンケーキがこちら。メレンゲだけの力で焼き上げていて、とってもふわふわ。さあ切ってみましょう。ナイフを入れてもなかなか先に進みません。これもふわふわだからです。と切れずに一回諦めました。もう一回と、こちらも力を入れてスッと入りました。さあ違う角度からいきましょう。こちらも切って、おーっとだいぶ形は変わっています。ですが包丁を入れると形は元通り。これもすべてふわふわの力です。さあ生地の中は綺麗な層が重なって、これぞまさに断面萌え。さらに阿波市の皆さんを虜にしているスイーツがあるんです。ふんわりシフォンにたっぷり生クリームを詰めました。生シフォン。シフォンケーキなのにこの形。ふんわりした生地の中にはクリームがたっぷり。今大人気の贅沢スイーツ、気になる方はお早めに。え、この辺全部ブドウだと思うんですけど。さすが、全部ブドウ。一足先にやってきました。空から見てもブドウ畑で埋め尽くされています。阿波市隣町宮河内地区はブドウの産地。おっと、鳥さんこんにちは。けどブドウ食べ放題だったらどれぐらい食べれる。3房ぐらいいくんで。3房、このがっつりを1、2、3、いけるんじゃないんですかね。あんまり自信はない。ブルーベリー食べする。あ、作業されてるかも。第一ぶどう農家さん発見。ぶどう見させてもらっていいですか。あ、いいですよ。入ってきてて、はい、はい、わあすごい大きいよ。
ハウスに入ると、お、おいしそう。いや、まだまだ収穫前なんです。わあ、すごい。これ、これデラウェアですか？デラウェア、このシャインマスカット。え、これデラウェア？これはデラウェア。わあ、すごいすごいすごい。ちょっとずつ色づいてますな。おお、あの、まだこの7月の10日から15日頃がもう美味しいになるんやけど、まだちょっと早いですね。まだ早い、7月15日。10日から、はい、10日から15、はい、ちょっとずつもうだいぶ色変わってますよね。そうね、これあの今食べたらどんな感じですか？食べてみろ。うん、いいんですか？食べたい食べたい。ウイモの前、ああ、もったいない、もったいない、もったいない。いやいやいや、収穫まだ3週間前ですよ。じゃあいただきます。甘酸っぱい、まだちょっと酸っぱいけど、酸味あるだろう、うん、でもあの身がプリッとして、すっごい弾力。デラウェア、この時期で糖度はもう15度ほど。18度まで甘くなると販売を始めるそうです。うわ、あ、酸っぱい。まだ向こうのはシャインマスカットやけどね。マスカットですか？まだかかっとる。シャインマスカットもまだですか？まだほら酸っぱいよ、ほら酸っぱい、はい、ほら酸っぱいよ。こちらは収穫5週間前ですから。はい、でほら酸っぱいよ。よかったよかった、酸っぱいの。ありがとうございます。酸っぱいね。梅干し食べようと思って食べてくれたら。梅干しですよ、はい、あなたのあまり得意じゃない梅干し。いただきます。どうぞ。コリコリよ。あ、酸っぱいよ。梅干し食べるつもり。梅干しどっちが酸っぱい？こっちの方が酸っぱい。梅干しはこれ酸っぱさ。じゃあいきます。マスカット。うん。このマスカットの味する。うん。マスカットの味する。うん。ふんわり。ふんわりと。あー。目覚めました。まあそんなとこ。でもなんか元気になりますね、これ。あー、はよ。甘いの食べたいね。食べ頃は7月末。皮ごと食べられる種なしです。ミキさんの直売所は7月中旬から9月末までオープン。ぶどう狩りも楽しめます。いや、ちょっと夕方になって、だいぶ気持ちいいね、はい、今、はい、今から行くところは次は、うん、9番札所。自信なさそうだけどこう、すがすがしい感じの開かれた。あ、そうですか。うん、お寺みたいな。わあ。9番札所、法輪寺。ここにはあるお願いのために全国から芸能人やスポーツ選手が訪れるんです。さあ、二人が本堂の中で目にしたものとは。あ、すごいね、いっぱい。え、なんかあれはなんだ。なんですかあれ。もういっぱい積み上げられている。わらじ、ですかね。あ、松葉杖とか。なんかちょっと不思議。たくさんのわらじ。一体わらじの理由とは。さっきの何か。あ、わらじですよね。覗いてみる。こんにちは。こんにちは。あのですね、先ほどちょっとお参りさせてもらったら、はい、これたくさんあのね、祀られてるというか、はい、こちら本堂にたくさんありました。はい、でびっくりしたんですが、これ何になるんですか？あ、
健脚祈願のお願いはラジです、うん、健脚祈願っていうと、はい、う読んで字のごとく健康な足。そうです、すごいすごい。ここに祈願ってありますけど、あ、はい、ここにお願い事書いて。そうです、お願いはラジなのでね、ここのところにあのお願い事を書かれて、それと、まあ、あのご住所、簡単にご住所と、まあ、あのお名前と年齢数え年を書かれた、書かれてね、自分がして、私もしております。されたんですか。はい、してます。え、足にも自信ありますか。はい、あります。おー、すごい。え、どんな感じで。そうですね、まあ私の場合だと、まあ、70少々ですけど、うん、まあ、73歳ですかね。かでもまあね、走ったり飛んだり跳ねたりもできますよ。できますよ。いやいや、それは恥ずかしいよ。それは恥ずかしい。え、でも全然もう本当に痛くなく。こちらがお仕事中の立花さん。お、早歩きもお手の物。結構しても大丈夫ですよ。結構できるんですか。できます、できます、できます。なんか負ける気がします。この元気パワーまだ分からんだろ、まだ若いから ね。私最近ね、何でもないところでよくつまずくんですよ。その昔、松葉杖でしか歩けない方が参拝に来た時、参道の真ん中あたりまで来ると急に足が軽くなり、松葉杖なしで歩けるようになり、ついには完治したという伝説が伝えられているんです。本堂にはたくさんのわらじが奉納され、足腰の悪い方たちの有名な祈願場所になっているんです。なんかちょっと不安は感じてます。はい、あ、なるほど。はい、でもそうしたらね、やっぱりこう持ってらしたら、うん、気分的に違いますよ、やはりね。こっちは持つタイプ。あのストラップになってるのでね、あの何でもつけれますね、外で。豊田先輩、もう来てるんですか。ま、病は気からって言いますもんね。さあ、今回の旅を振り返りましょう。全国2番目の規模、ひまわりが広がる全乳寺島、ブルーベリーが食べ放題、阿波ブルーベリーファームさん、阿波市の食材にこだわったスコーンのお店シュガースポットさん、特別栽培米を使った米粉パンの食パン工房オークさん、ふわふわのシフォンケーキが大人気 JA 夢市場さん、7月中頃から味わえます三木ぶどう園さん、健脚祈願のお寺九番札所法輪寺